アールスウェットシャツはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のラッパー、音楽プロデューサー、ソングライターである。タイラーザクリエイター率いるヒップホップグループオッ d フューチャーのメンバーで現在はソロアーティストとして活動している。2009年にオッ d フューチャーに加入。2010年に16歳でリリースしたソロデビューミックステープ R で 知名度を上げ、批評家から高い評価を得る。その後すぐサモアの全寮制の学校に1年半入り、音楽活動を休止する。2012年にロサンゼルスに戻り、2013年にデビューアルバム、ドリスをリリース、全米5位を記録し、批評的にも成功を収める。2015年には2作目のアルバム、アイドントライクシット、アイドントゴアウトサイド』をリリースした。 2018年には3作目のアルバム、サムラップ・ソングズをリリースし、批評家からキャリア最高の評価を得た。アール・スウェット・シャツこと、テーベネ・ルーダク・ゴシトシルは、イリノイ州シカゴで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の法学部教授、シェリル・ハリスと南アフリカの詩人で、政治活動家のケオラ・ペッツへキロシテールの間に生まれる。両親は、アールが8歳の時に別居した。アールは、 ロサンゼルスの UCLA ラボスクールとサンタモニカのニューローズハイスクールミドルスクールに通っていた。R がラップを始めたのは小学8年生の時だった。2008年、つらいテンディスという名でマイスプイスからミックステープ、キッチンカトラリーのトラックを投稿する。R は友人のルフィと JW 美女の二人とラップトリオザ、バックパカーズを結成した。彼らは ワールドプレイグラウンドというタイトルのミックステープをリリースする予定だったが2009年に解散した。ライブでの R スウェットシャツ2009年、R がタイラーザクリエイターのファンだと本人に連絡したのをきっかけにタイラーはマイスプイスで R の音源を発見する。その後、スライテンディスの名を R スウェットシャツに変え、タイラーのラップグループオッドフューチャーに加入した。 2010年3月31日、ソロデビューミックステープ R をフリーでリリースする。アルバムは評価から高い評価を受け、コンプレックスシやゴリラ VS、ベアーなどが年間ベストリストの一つに選出した。急激に知名度を上げた R だったが、R は音楽活動を停止せざるを得ない状況に陥る。タイラーザクリエイターが悪い影響を R に、 与えているという主張をしていた母親が、アールをサモアの首都アッピア郊外にある全寮制の学校コーラルリーフアカデミーに送ったのだ。そこは危険な状態にある少年のための療養学校であった。入学当初、付き添いなしでトイレを使うことさえ許されなかったが、在学中はマニングマーブルのマルコム X の電気やリチャード・ファリーニャのカウンターカルチャー小説を読んでいた。 そこでは後にオッドフューチャーのミックステープ、ザ・オブ・テープボリューム2に収録される、オールディのライムを書いている。その後、R は Facebook から、フリーアル運動を起こす。そして R の現在の片腕で、ニッパックの敏腕マネージャーで知られたレイラ・スタインバーグによって、サモアから救出された。R ・スウェットシャツとタイラー、ザ・クレア・トール2012年2月8日、YouTube に、 新曲のプレビュー映像が公開され、R がアメリカに戻ったという噂がネット上に広まる。3月20日、オットフューチャーのデビューアルバム、ザ・オブ・テープボリューム2のオールディのミュージックビデオが公開され、R の姿が確認された。同日、NY でのライブに出演しパフォーマンスも披露した。4月、R は自身のレコードレーベル、タン・クレシダを設立し、 コロンビアレコードの参加レーベルとなった。7月10日、R は、フランク・オーシャンのデビューアルバム、チャンネル・オレンジの楽曲、スーパー・リッチ・キッズに参加する。11月2日、サモアから帰国後初のソロシングル、チャムをリリースする。2013年8月20日、R のデビューアルバム、ドリスがリリースされる。アルバムには、オッド・フューチャーのメンバーであるドモ・ジェネシス、フランク・オーシャン、タイラー、 ザ・クレア・トールに加え、ビンス・ステープルズ、リッザ、ケイシー・ベジーズ、マック・ミラーが参加した。アルバムは、ガーディアン氏や、ロサンゼルスタイムズ氏などの音楽評論家から、絶賛され、ビルボード200で5位、ラップアルバムチャートで1位を獲得している。SXSW に出演するアール・スウェット・シャツ2014年11月5日、ザ・アルケミストがプロデュースした、新曲、45を発表する。 その後、R はサウンドクラウドで未発表曲を披露し続けた。2015年3月22日、2作目のアルバム、I Don't Like Shit I Don't Go Outside にリリースされる。アルバムのほぼ全曲が R 自身によるプロデュースされていた。アルバムは評価から高く評価され、コンプレックス誌やローリングストーン誌、ピッチフォークなどから年間ベストアルバムの一つに選出された。 4月25日、YouTube で10分の長さに及ぶ楽曲、ソラースを公開した。5月28日、R は Twitter を通じて、オッドフューチャーからの脱退や解散を示唆する発言をして、物議を醸す。タイラーザクリエイターは、オッドフューチャーの解散を否定したが、実際には、クルーとしての活動はない状態にあった。11月14日、タイラーが主催する。 音楽フェスティバルのキャンプフラグの2015が開催されたが R は登場しなかった。タイラーと R の間に確実や対立があるのではないかと多くの憶測が飛び交うが、タイラーはフェスの翌日にちなみにテーベと俺は大丈夫だよとツイートしている。2016年1月25日、ザ・アルケミストがプロデュースした楽曲 Wind in My Sales と 別名義ランドンブラックデュードでプロデュースした楽曲ベリー、SKRTSKRT の3曲をサウンドクラウドで公開する。9月4日、レッド・ブル・ミュージック・アカデミーのアールとノレッジの番組でキング・クルールがプロデュースした新曲デス・ホイッスルズが公開された。2018年11月30日、3作目のアルバムサムラップ・ソングズを発表する。 アルバムは父親の死をテーマにした作品でキャリア最高の評価を獲得した。音楽メディアが発表する年間ベストリストのランキングではスピン氏が6位、ピッチフォークが7位に選出した。ピッチフォークは2010年代のディケードリストでも27位に選出している。2019年1月、アールスウェットシャツは前作サムラップソングズで コロンビアレコーズとの契約が終了したことを報告し、自由になることに興奮していると語った。11月1日、EP、Feet of Grey をリリースした2020年7月、EP、Feet of Grey のデラックス版をリリースしたライブでの、R スウェットシャツ R スウェットシャツは、登場時、ヒップホップの振動と呼ばれ、2011年には、 ここ数年で最もエキサイティングなラッパーであり、言葉を使って何ができるのかを理解し始めたばかりの達人と評価された。R のラップススタイルは、ディープバリトンと分類されている声と、緻密で高度なリズム感のある流れとインのスキーム、広範囲にわたる詩的な言葉選びが特徴とされる。影響を受けたアーティストとして、MF ドゥーム、エミネム、JG、J ィラ、カエウエスと、 キース・ウェット、マットリブ、リッザ、ポール・マッカートニー、クリップス、キャンレンなどを挙げている。アールスウェットシャツアールスウェットシャツは現在、カリフォルニア州ロサンゼルスのミッドシティに住んでいる。父親のケオラペ・チェキ・ロシテールは、南アフリカの詩人であり政治活動家であり、2018年1月3日に79歳で死去した。父親は、アールの楽曲で、しばしば言及されている。 R がカリフォルニア州ロサンゼルスに住んでいる間、父親は南アフリカに住んでいたため、R の人生には存在しない複雑な人物として登場する。母親のシェリル・ハリスはカリフォルニア大学ロサンゼルス校の法学部教授である。2010年、R の麻薬癖を知った母親は、R をサモアにある全寮制の療養学校に送った。 サモアでの時間は R がシュラフに戻るきっかけとなったが、アメリカに戻った際に再発しツアー中に肺炎にかかってしまった。R は後にオットフューチャーとの時間が薬物乱用やマリファナ、リーンを愛飲するきっかけになったと認めている。主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。